think something new under sun.撮影するから邪魔しないでね。皆さんこんにちは、スリーピーボーイです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今日の動画はですね、最近恒例になってきている QOL が上がったもの紹介です。8月版ということで、先月で QOL が上がったものをご紹介したいと思います。結構今回ジャンル多めです。4つのジャンルでご紹介したいと思います。1つ目がファッション系、2つ目が家電インテリア系で、3つ目がコスメ系、最後にその他っていうことで、今まで紹介してないものも紹介しようかなと思います。ということで早速いきましょう。すいません、忘れてました。1個、今回の動画も少しでも参考になるように、買った場所と価格とか情報もお伝えしますので、よかったら参考にしてもらえると嬉しいです。ということでいきましょう。まずはファッション部門です。1個目ご紹介します。まずは1個目です。アロハシャツ。厳密に言うと、7月の終わりから8月の頭で手に入れたものになるんですけど、購入した場所はハワイのヴィンテージアロハシャツの専門店さんで購入しました。確か60sのやつで、価格は70-80ドルぐらい。デザインがあまりこう見ないタイプの花柄がね入っていて、インパクトのある一着です。僕がこのアイテムで QOL が上がったポイントはですね、服装のジャンルが広がったということです。普段だとね、なかなかこういう柄シャツには挑戦してこなかったんですけど、旅先で目的とか、お土産とかそういうのと一緒に買ってきてしまえば、案外ね自分の可能性を広げられるなと思いました。普段だと無地だったりとかストリートめな格好が多いんですが、意外と自分もこういう格好が似合うんだなって気づくいいきっかけにもなったので、このアルハシャツは買ってよかったかなと思います。それでは次のアイテムに行きましょう。はい、持ってきました。これもまたね気に入ってるんですけども、2つ目は OAO のオースというスニーカーです。最近の服装だとね、ローテクなスニーカーとか、革靴ばっかり履いてたんですよ。めちゃくちゃ久しぶりにこういうね機能性があるハイテクなスニーカーを手に入れまして、非常に今履いてます。これはオースの公式オンラインストアで買えまして、価格は3万円ぐらいだったかなと思います。このね見た目なので、もちろんミリタリーなコーデとかデニムのねコーデとか、いろいろ合う服装があります。なのでかなり使いやすいなと僕は思ってまして、一番気に入ってるのはですね、こういうローテクのスニーカーと比べた時に、このねオースはねめちゃくちゃ軽いんですよ。軽くて履き心地もいいので、長時間ね履いてても疲れないっていうのが非常に僕はポイントが高いです。だいたい靴で褒める時こういうの多いんですけど、前紹介したロックポートのローファーもしっかり、やっぱりね履きやすいはマジで正義かなと思ってます。そんなに皆さん靴を何十足何百足って持つことないと思うので、 2,3 足をねローテーションで回すことが多いと思うので、頻度が高いこそ、軽さ履きやすさってめっちゃ大事かなと思ってまして、これおすすめです。それでは3つ目、こちらです。ユニクロのレギュラーソックスです。皆さんが想像するユニクロのソックスで、3足4足で1000円のやつのイメージが多いと思うんですけども、これはねちょっとお高めで1足400円ぐらいするソックスです。僕がねこのソックスで QOL が上がったポイントは、白ソックスのねコーデに幅が出たっていうことです。これはちょっと安めのユニクロのセットで買えるソックスなんですけども、これだと足元をクシュッとさせるのがちょっと難しめなんですけど、こっちのねソックスだとちょっと生地も厚めで長めでもあるので、クシュッとさせた時にね余裕があって可愛いんですよ。本当に自己満の世界ではあるんですけど、コーデ全体が良かったのにソックスで微妙だなみたいなことが、レギュラーソックスに変えるだけで僕は解決してストレスが非常になくなったので、おすすめです。ということでファッション部門が終わり、次は家電インテリア部門。まずね紹介する1個目はこちら、ポスターです。このポスターはリチャード・プリンスさんっていう方のカウボーイっていうポスターになるんですけれども、僕がねこの商品を買ったのはアズポスターというお店です。で価格は8000円ぐらいでポスターだけを買いました。僕がこのポスターで QOL がね上がるところは、仕事とか作業のモチベーションが上がるっていうこと
です。好きなものが僕のこの仕事部屋にあると見ただけでね、なんかこうやる気が出ますし、ちょっと休憩するときにこれ見ながら、いいポスターだな、いい写真だなって息抜きになります。これね、A1A2 ぐらいのサイズ感のポスターになるんですけど、これ1個ね部屋にあると雰囲気めっちゃ変わるので、インテリアとしてもいいですし、まあ、自分の好きなデザインだったら仕事のねモチベーションとか息抜きになって非常にいいです。それでは次はですね、こちらです。開墾植物になります。買える場所はこのラフラムさんですね。お値段は安いものだったら2万円ぐらいから、で高いものだったらこう青天井にこう開墾植物って多分高いと思います。まあでもね、これぐらいのサイズで十分可愛いですし、愛着持って僕は楽しめてます。僕がこの開墾植物で QOL が上がったところはリラックスタイムができたということです。僕は普段仕事をパソコンでするんですけど、作業をしてコーヒー飲みながら休憩みたいなルーティンがあって、休憩の時もねパソコンの画面を見たりするので、実質休憩なしみたいなのでやってました。このね開墾植物ちゃんがあったらコーヒー見ながらこの造形をね楽しんだりして一旦思考をリセットするみたいな時間が最近はできたので良かったかなと思います。ペロレ、3つ目は家電です。インスタ360アクシーです。こちらはカメラになります。360度手ブレ補正付きの動画が撮れるカメラですね。買える場所は家電量販店とかが多いんですけども、僕はポイントが欲しかったので Amazon で買いました。僕がねこれで QOL が上がったポイントは、簡単に面白いビジュアルのいい動画が撮れるようになったということです。最近の動画だとハワイのビログでダイヤモンドヘッドに登った時に使ってるんですけれども、このねカメラを回しておけば360動画を撮り続けてくれるので、動画として面白い瞬間だったり絶対撮っときたい記念の瞬間とかを撮り逃すことがなくなります。もちろんね手ブレもついてるので撮る技術も必要ないので、結構神アイテムなんじゃないかなと思ってます。僕みたいな動画のクリエイターさんはもちろん、お子さんとかペットのこう記録をね普段から撮っている方も、これ1個あるとね携帯で撮り逃しちゃう瞬間とかもこれがあればなくなるかなと思うので、かなり QOL を上げてくれるアイテムなんじゃないかなと思います。僕ね結構家電、特にカメラとかパソコンとかがすごい好きで熱弁したんですけども、需要があれば僕が動画制作とかで使っている機材とかもいつか動画で紹介したいなと思います。気になる人はねコメントで教えてください。それでは家電インテリア部門はこれまでにして次に行きます。それでは3つ目の部門に行きたいと思います。次はコスメ。今回の動画では3つねご紹介したいと思います。1つ目、トリエのフォーム4というものです。ヘアスタイリング用のムースなんですけれども、セット剤と違って、ベース剤みたいなものです。買える場所は、Amazon とかでも売ってます。価格は1本1400円ぐらいでこの大きさです。このアイテムで QOL が上がったポイントは、髪にウェッティー感が出たっていうことです。ウェット感か、ウェッティー感ってウェットティッシュってこと？ウェット感が出たっていうことです。髪はテンパにスパイラルパーマを当ててますので、結構ね髪先がこうパサついて見えるんですよ。このねムースをつけると髪にパサつきが出にくくなって、ちょっとツヤ感が出ます。僕は髪をセットするときは半乾きの状態でこれをつけてからセット剤をねつけるような感じになっていて、なくてはならないものになってます。2つ目はこちら、ニュクスのネロリオイルです。僕の動画ではニュクスのプロディジーオイル、黄色のやつをご紹介したんですけれども、それの緑色のパッケージのものです。入る場所は Amazon とか公式オンラインストアで、値段も1500円とか2000円ぐらいで買えるかなと思います。 QOL がね上がったポイントとしては、ニュクスのプロディジーオイル、その全身使えるオイルの香りが弱くなって香水とかと併用ができるようになったっていうところですかね。このオイル自体は保湿だったりとか髪にツヤ感を出したりしてくれる非常に優れものだったんですけども、かなりちょっと甘い香りというか、香水がなくてもしっかり香りが立つようなものでした。こちらの方はメンズコスメとかにありそうな主張のねあまりないオイルになってますので、普段使う香水があっても匂いがぶつからなくていいかなと思います。値段もそんなに変わらないので、香水をつけたいっていう方はこれを使うのがいいのかなと思います。めんどくせえ全部まとめてやりてえっていう人は黄色のプロディジーオイルがいいかなと思
思います。それでは3つ目、みんな大好きな香水です。アベルのブラックアニースです。こちらはね、ノーズショップさんで購入することができます。価格は約2万円ぐらい。僕がこの香水で QOL が上がったのは、香りで個性をより出せるようになったということです。香りは表現するのが非常に難しいので、ぜひ試していただきたいんですけど、酸味と甘みと苦味が絶妙にこう混ざっている、ちょっと男性向けの香水です。タバコっぽさもあるのかなと思います。いろいろ香水をね買ったり試してきたんですけども、このアベルのブラックアニス、似た香りを嗅いだ記憶が今までないので、相性が良ければデートとか、あとは友達に会ったりした時の会話のねきっかけになったりするので、非常におすすめかなと思います。ノーズショップさんだったらお店で試すこともできるので、ぜひちょっとトライしてみてほしいです。最後はその他の部門です。今回ご紹介するのはこちら、富士のクロスバイクライズです。家の中には持ってこれないので、外での映像をお見せしてるんですけれども、買える場所は割と全国の自転車屋さんで、僕は名古屋のクロスバイクとかが有名なお店で購入しました。価格は約7万5千ぐらい。僕がねこの自転車で QOL が上がったポイントとしては、移動手段がね一つのこう楽しみになったというところです。今まで僕自転車にお金をかけてこなくて、本当に安い自転車を使ってきたんですけれども、デコボコ道だったりとか、まあ、斜面とかねあったりすると移動がね大変になって、ある意味ストレスになってたんですけれども、この富士のクロスバイクはタイヤも大きいし車体自体も軽いので、割とどんな道でもスイスイ行けます。平坦な道とかだったら 20〜30キロ簡単に出るので、すごいねスピード感もあって楽しいんですよ。自転車を乗るっていうのがイコール楽しいものではなかった自分にとっては、今はねすごくこう乗りたいって思うようになりました。非常にね健康的な習慣になるとも思うので、自転車お金かけるの結構ありなんじゃないかなと今は思ってます。はい、ということで今回の QOL が上がったもの紹介は以上となります。ジャンルもね結構、ジャンルも数も結構あったので、何か参考になるものがあったら嬉しいです。このね QOL の企画は定期的に開催していきますので、皆さんがおすすめしたいものとかがあったらコメントで教えてもらえると嬉しいです。僕はね皆さんからいただいたコメントは、まあ、モチベーションアップにつながりますし、可能な限り全て見て返すようにしてます。なのでちょっとでも何かあればコメントで教えてもらえると嬉しいです。ということで次の QOL が上がったものは多分来月になると思いますけれども、ぜひ楽しみにしていただければと思います。ということで今日の動画は以上です。ありがとうございました。